俺だ。おはようございます、神田です。昨日行われた J1 リーグ第1節セレッソ VS 新潟の結果は、まあ、皆さんねご存知だと思いますが2対2のドローという、いやーまあね、まあ、神田も現地観戦させてもらってたんですけども、新潟のスタイル昨シーズンからやってることが、まあ、J1 この舞台、まあ、セレッソという強敵相手でもしっかりね通用するんじゃないのかなと神田はね見ていて思いました。まあ、新潟がね先制したんですけども、セレッソに一時的に逆転されてしまいましたが、千葉選手のゴールでよくね追いつき、勝ち点1ゲットできたことは非常にね良かったと思います。セレッソは442のシステムで44のブロックを敷いた時に前線の2トップ両サイドがはめに来ると思いましたので、ハイラインを敷いてきた時にコンパクトな陣形の中でボールを奪ってやってくるということは、まあ、昨シーズンからやってきていたことを、まあ、今シーズンこの新潟戦でもやってきていたなと、まあ、いい守備からいい攻撃につなげていくというモチーフは変わらずにやってきていたなと思います。で、新潟はゴールキーパー小島選手のところからしっかりつないで、まあ、セレッソ、前から来た時にディフェンスラインの裏のスペースめがけて、まあ、蹴っていくということを、まあ、狙ってやっていたんじゃないのかなと、まあ、前半開始15分ぐらいまでは。でセレッソの動き出し立ち位置を見ながら、まあ、自分たちがどういうふうに動いていくのかを決めていくサッカーを、まあ、していっていたと思います。まあ、試合開始はセレッソがねかなり勢いを持って前からプレスをかけに来ていたなと。新潟はリスクを犯さずに前線の谷口選手めがけてターゲットマンにして、谷口選手にボールが収まれば新潟の2列目が押し上げていくというところを、まあ、狙い全員が理解して連動してやっていたと思います。まあ、セレッソ新潟のシステム上に、まあ、ミスマッチが起こらない分、まあ、セレッソの出方を見ながら新潟はセレッソの選手についていくのかいかないのか、まあ、そこの一瞬の判断は難しいのかなと、試合を見ていて思いました。まあ、セレッソの選手の動き出しが良かったなと神田は本当に、開始早々は思いました。で試合開始すぐに、まあ、伊藤選手が原川選手とうまく、ね、入れ替わって前向けて新潟が、チャンスを作ったんですけども、中間距離で伊藤選手が前を向けるとやはりね一気にチャンスになるなと思っていました。でその伊藤選手が前を向いた瞬間に新潟の両サイドの、水戸選手小見選手が斜めに走り込んでくるというこの迫力ある攻撃、これが今シーズンの新潟の一つのね狙いなのかなと思って現地観戦しながら見てました。新潟はコンパクトに守っていたのでセカンドボールをよくね回収できていて二次攻撃につなげることができていたと思います。そこでねちょっとセレッソの出足が、まあ、鈍くなりつつあったのかなと。新潟はセレッソのラインの間々でボールを受けることを意識してボールを受けていて、
セレッソ側からすると誰が誰にプレッシャーをねかけに行ったらいいのかというところで、こう徐々にね迷いが生じていったんじゃないのかなと感じました。まあ、それを新潟の伊藤選手が、まあ、自ら考えて、まあ、作り出していたんじゃないのかなと神田は見ていて思いました。前半15分ぐらいまではセレッソは前からね激しくプレスをかけてきていたんですけども、新潟の方が立ち位置ポジションの取り方が良くていい形でポゼッションできていたんじゃないのかなと。新潟が縦パス入った後の距離感サポートする意識がね非常に高いから、攻撃のリズムが新潟の方が出ていたんじゃないのかなと。でセレッソの2トップが前から来たら島田選手がセンターバックの位置まで落ちて3バックになったりしていて、セレッソの出方を見ながらやり方、ポゼッション、ボールの運び方を変えていたのかなと、思いました。でセレッソはその新潟の動きを見て、奥の選手がディフェンスラインに落ちて前熊選手が高い位置を取るように、まあ、途中から変えていったのかなと。両チームともにお互いの動き出しとか、まあ、立ち位置ポジションを見ながら変幻自在に、ポジションを変えながら、まあ、立ち位置変えながらやっていたなという印象です。で新潟は両サイドバックの堀米選手藤原選手がかなりね攻撃の時は中に立ち位置ポジションを取っていたなと。それで選手同士の距離感が良くていいテンポでねボールをつなげていたし、ポゼッションすることができていたと思います。まあ、さらに新潟は前線にボールが入った時はサイドバックも上がって攻撃に人数をかけるということをまあやっていたんですけども、その分サイドにスペースができるんですよね。ですけどもそこを戻りきる走力ダッシュ力があるので、ここはね相当キャンプで鍛えてきたんじゃないのかなと。数的同数もしくは数的不利でもしっかり守りきれていた、何を第一選択にしたらいいのかというところをはっきりしていて、プレーがね整理できているような感じがしました。でセレッソがブロックを敷いてコンパクトに守ってきてるんですけども、まあ、新潟の選手が先ほども言いましたけども間間に立ち位置ポジションを取る、新潟の選手にボールが入ってきたらその選手にセレッソの選手が食いついてくる、食いついてきたらスペースができるからまたそこに新潟の選手が入ってくるからセレッソの守備が後手に回っていたんじゃないのかなと。セレッソはクルークス選手がワイドのポジションを取るようにして新潟のディフェンスラインを広げさせたハーフスペースの立ち位置、まあ、深い位置に前熊選手が入ってきてちょっとね完璧に新潟のディフェンスラインが崩された瞬間、あれはねセレッソの完璧に崩したシーンだったなと見ていて思いました。まあ、クルークス選手の癖なのかワイドに開いてプレーするボールをもらうという形が癖なんですかね。それを理解して前熊選手がインサイドハーフスペースに立ち位置ポジションを取っているので、新潟はその前熊選手にマークをついていくのでクルークス選手が開く、外側にいるワイドに開いているクルークス選手が開く、そこがねかなりね厄介だったと見ていて思います。でその決定機を作られた直後に新潟が千葉選手からのロングボールを、まあ、ヨニッチ選手のクリアーボールがいいところに転がってきて、それをいい形で前向きの伊藤選手にパスが通ったところで神田もね勝負あったなと思いました。うまく溜めて味方の選手が上がってくる時間を作って、最後は谷口選手の抑えの効いたスーパーゴールだったと思います。ルーズボールを回収した後にしっかり攻め切るという狙い通りの新潟らしい得点だったと思います。でセレッソはうまくいっていないなと思っていた時間帯での、まあ、失点だったんじゃないのかなと。セレッソはビルドアップの部分で
新潟のプレスをどう回避していくのか、そこの部分でうまくね、いってなかったんじゃないのかなと。で、北野選手がこうボールをもらいに、まあ、中盤まで落ちてくる動きをしてるんですよね。で、その動きをすることで新潟の千葉選手が北野選手に食いついていく、その背後のスペースが空いているんですけども、レオ・セアラ選手がそこに走り込んでいかない場面があったと、まあ、神田はね、見ていて思うんですよね。まあ、その辺の狙いの部分で、まあ、北野選手、レオ・セアラ選手の、まあ、意図が、意思疎通が、まあ、できていなかったのかなと、まあ、見ていて感じました。と思って見ていたら、山中選手のクロスが流れたところを、クルークス選手の速くて鋭い、まあ、低いクロスって言ったらちょっとおかしいですけども、まあ、勢いあるクロスが入ってきて、為田選手にうまく合わされて、まあ、決められてしまったなと。まあ、クルークス選手の精度の高いクロスで、まあ、新潟やられてしまったなと。まあ、為田選手の、まあ、後ろから入ってくるタイミングも、まあ、素晴らしかったなと。まあ、J1 クラスというか、本当にね、一発でやられてしまったなと神田は見ていて思いました。まあ、前半は新潟が思った通りの、まあ、サッカーはね、できていたんじゃないのかなと。まあ、小見選手が常に裏を狙いながら、選手同士の距離感を大事にしながら、ボールを前進させていくという狙いは、全然セレッソにも通用したと思います。で、後半、まあ、見ながら思ってたんですけども、セレッソはなかなか、レオ・セアラ選手のところにボールが収まらなかったなと思いました。まあ、そこにね、ボールが収まれば、もっとボックス内に他のセレッソの選手が侵入することができたと思いますし、まあ、北野選手との関係性と距離感がなかなか合っていなかったのかなと。まあ、レオ・セアラ選手にボールが入ったら、北野選手のサポートの距離感というか、動き出しの意図が、まだね、ちょっとこう、合ってなかったように感じました。まあ、セレッソは、あと、奥野選手と原川選手が、こう手前から、もうちょっとね、前からプレスにかけに行きたかったと、見ていて思ったんですよね。ですけども、自分たちの、背後に新潟の選手が入ってくるから、なかなかね、前に行けなかった。前からプレスをね、かけに行けなかったんじゃないのかなと見ていて思いました。まあ、新潟の2列目が、まあ、先ほども言いましたけども、変幻自在に立ち位置、ポジションを変える戦術が狙い通りにはまったと、見ていて思いました。あとは、ちょっとね、セレッソらしくないと言ったら、セレッソのファン、サポーターの方には申し訳ないんですけども、攻撃の時のファーストプレーでのミスがね、ちょっとね、多かったような気がします。そこはね、なんかセレッソらしくなかったかなと、神田は見ていて思いました。ですけども、セレッソは、香川選手が加入してじゃないか、途中出場してから、まあ、その他にも選手を変えてきてからは、システムをこう4-1-4-1みたいな感じに変えてきたんですかね。で、セレッソが逆転ゴールを奪ったシーンは、まあ、スローインから為田選手のところに、香川選手が前向きのサポートに入ることで、山中選手がオーバーラップしてきたところを、そこに素晴らしいね、パスが通ったなと。山中選手のクロスもニアに入れることで、新潟のセンターバックを釣り出して、セカンドボールが来ると信じていた奥野選手が前線に上がってきていて、まあ、小島選手の手前でワンバウンドするシュートを狙いすまして決めたなと。まあ、神田も前の動画でセレッソの要注意選手として奥野選手を挙げさせていただきましたけども、まさにその奥野選手に、まあ、決められてしまったなと、見ていて思いました。まあ、セレッソは交代した選手が出てきたことで、選手の距離感が良くて、リズムが出てきたなというところに、新潟が、まあ、失点してしまったなと、まあ、そこはね、見ていて、現地観戦していて感じました。まあ、ですけども、諦めない新潟は、コーナーキックから、
今までインスイングのボールが多かったんですけども、アウトスイングのボールに変えて千葉選手はヨニッチ選手に競り勝って決めたんですよね。アウトスイングで入ってきたボールに対して強く合わせてゴールするってかなりね難しいと思うんですけども、まあ、千葉選手の経験からなのか、それとも技術的なものなのか分かりませんが、素晴らしいねゴールが決まったなと思います。まあ、これでね新潟が2対2に追いつくことができたと思います。まあ、試合をね振り返ってなんですけども、前半は新潟、後半はセレッソが主導権を握っていた感じだと思います。新潟は6年ぶりの J1 でしたけども、勝負強さを出すことができたと思いますし、今までのスタイルが J1 でも通用するということが証明できたと思います。まあ、強豪って言ったら言い方おかしいのかな、強敵、相手のセレッソに対してもひるむことなく挑むことができたと思います。課題としては昨シーズンからやられているサイドのクロスからの失点をどうしていくのか、まあ、そこはね改善していかないといけないと思いますし、そして、ボールロスとした後パスミス、まあ、パスミスっていうわけでもないんですけども、まあ、した後にセレッソのような、強力なチームといったらいいんですかね、個々の能力の高い選手がいるチームに対して一気にねやっぱカウンターというか、陣形を崩されてしまうところがあるので、まあ、その辺をどう修正していくのか、まあ、ミスはね誰でもありますので、まあ、ミスした後のやっぱりねディフェンス、守備の切り替えの部分はもっとね追求していかないといけないのかなと神田は見ていて思いました。まあ、次節はまたねアウェー広島戦なので、また、まあ、セレッソの細かい分析動画ですかね、セレッソ戦の細かい分析動画を画像を使いながらまたね、明日解説していこうと思いますし、広島戦の対策動画をこれからまたアップしていきたいと思いますので、まあ、本日かなりね長い動画になりましたが、最後まで見ていただき本当にありがとうございます。それではまた。